ルートビヒグットマンは、ドイツ出身のユダヤ系神経学者。パラリンピックの父とされる、ドイツ帝国、シュレージエンシュートスト出身。ライプツィヒ大学で神経医学を治め、卒業後同大学で講師を務めた後、ブレスラウのユダヤ病院で医師をしていたが、1938年、ナチスによる反ユダヤ主義が台頭したドイツを離れて、イギリスに亡命し、オックスフォード大学で、 脊髄損傷医療を研究した。1944年、ロンドン郊外のストークマンデビル病院国立脊髄損傷センターの所長に就任、1966年まで勤務した。第二次世界大戦における戦闘で障害を持つことになった、小異軍人たちの治療を通じて、その身体的、精神的なリハビリテーションにスポーツが最適であると、 考えたグッドマンは1948年ドンドンオリンピックの開会式の日に入院患者を対象としたストークマンデビル競技大会を始めたこの競技会はその後国際大会として開催されるようになり参加者数も増えて規模が拡大し1960年に同年のオリンピックと同じイタリアローマで開催された国際ストークマンデビル社イス競技大会が後に パラリンピックの第一回大会、ローマパラリンピックとみなされることとなった。小異軍人たちを治療している頃に、失ったものを数えるな、残されたものを最大限に生かせという言葉をかけている。グッドマンは、イギリス障害者スポーツ連盟の設立者でもあり、大英帝国勲章も授与された。1976年王立協会フェロー選出。 1964年東京パラリンピックにて、手前左から、皇太子皇太子比良殿下、奥左から旗田和夫医師、中村博士日本選手団団長、グッドマン博士グッドマンの下で学んだ、中村博士を通じて、日本にも障害者スポーツの種がまかれた。ありがとうございます。